はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、ここはね、小山市の黒田屋っていうとこ。ここはね、相方がググってきましたね。すんごい昭和な感じのね、古いとこです。はい、はい、すいません、今ティッシュなくなっちゃったんでね、おかみさんにね、うん、頼みました。ほら、このニンニク、ほら、ニンニクの大きいの置いてあります。入った瞬間にね、一番端っこにね、このカウンターの一番端っこに男の人食べてて、いい匂いしたんですよ、ニンニクの。だから私はね、生姜焼きかニンニク焼きにしようかなと思ってて、相方が生姜焼きにするっていうから私ニンニク焼きにしました。店内こんな感じね。ここにテレビがあります。はい、メニューのご紹介しますね。はい、お品書きこんな感じね。はい、読んでください。で、値段がね、まあまあですね、安いですね。850円から1000円、生姜焼き、ニンニク焼きね、味噌焼き、レバー焼き、ミックス焼き、焼いてて美味しそうで、揚げ物ね、とんかつ、チキンカツ、イカフライ、カキフライ、値段も1000円以内ですね。900円、850円、多分これ税込みですね。はい、当店特製定食ね、スタミナ野菜、スタミナ、あ、スタミナ野菜ってあったんじゃんね。豚ホルモン焼きだ、ホルモン焼きあったよ。うん、もつ煮、もつ煮は冬季ね、冬ね、800円とかで、カレーライスもカツカレーまで何でもありますね。ね、肉いきライスもうね、600円、700円、600円、ね、そうね。はい、ライスも半ライスもあります。で、出前たまあります。だってここは古くからやってるんですね。下の段ね、麺類もあります。ラーメン、わー、早い、来た。焼き麺、生姜焼き、はい、はい、はい、で、ここね、麺類、ラーメン、タンメン、いろいろあります。何年経ったか聞いてみようかな、おかみさんにね。安いですね、ラーメン、やんやかに。で、チャーハン、チャーハンとか、たらこチャーハンだって珍しいね。ドライカレーもあるよ、珍しくない？ドライカレー、こういうところで。チキンライス、オムライス、ご主人何でも作れんだね。はい、丼物もあるよね、卵の丼、親子丼、小焼き丼、カツ丼、すき焼き丼、大盛りはプラス100円ね。安いよね。ちゃちゃっと入って、ちゃちゃっと。はい、黒田屋、定休日月曜日ね。間違ってこないでね。028525-2872。はい、裏はないです。はい、生姜焼き来ました。美味しそうです、ほら。これ、生姜焼き。ね、交換こしちゃおうかな。なんちゃって。ね、はい、来ました。あ、すいません、じゃあ置いといてもらって、はい、はい、どうも、すいません。あー、すごいすごい、うまそう。はい、いただきます。はい、これね、ニンニク焼きです。もう夏はね、スタミナつけなくちゃね。はい、ご飯大盛りだね、これ。とお味噌汁、ご飯とお味噌汁は同じですね、みんなね。あ、このきゅうりいいね。もうちょっとこれ、ちょっと、あ、同じか、はい、相方にちょっとこのまま撮影しちゃいましょう。相方にちょっと割り箸折ってもらって、はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、失敗しなかった、珍しいね、いつも失敗するのに。あー、ニンニク焼き美味しそうだよ、いい匂いしますね。こんな感じ、そんな高くないしね。こっち生姜焼きね、こっちニンニク焼きね、あんまりね、見た目は変わんないんですけど、鉄板ですね、こちらね。はい、来るの早いです。相方がね、こんじゃこんじゃって言ってたんだけど、一人しか男の人いなくて、すごい空いてますね。テーブル席こんな感じね、テーブル席こんな感じで、1、2、3ね、テーブルと、なんつうの、小上がり座敷席っていうの、一人で来る人はこうやってここでね、カウンターでね、ね、カウンターもいいね。はい、あー、ニンニク焼きいただきます。うん、あ、普通に美味しい。
普通に美味しい。はい、ご飯食べたくなります。うん、いただきます。うん、うん、ご飯も美味しい。うん、あ、これは無限ですね。もうちょっとね。はい、にんにく焼き、はい、いただきます。うん、うん、美味しい。ん、詰まってる。はい、うん、すごいにんにく。これ生姜焼きいただいてみましょうね、1枚ね。あら、でっかいな。悪いが、ちっちゃいのにしよう。あら、大きいな。もっとちっちゃいのやな、あと、うん、この人は生姜焼きなのににんにくをかけてます。おかしいよね。はい、生姜焼きいただいてみますね。いただきます。うん、あ、生姜焼きおいしいわ。うん、まあまあおいしいです。はい、やっぱりご飯欲しくなりますね。はい、いただきます。うん、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 おいしいです。はい、今度はね、これ懐かしいですね、この入れ物。はい、醤油をかけて漬物、きゅうりの漬物、いただきます。うん、いただきます。うーん、うん、大きい大きい。普通に食べちゃったけど、この塊の切り方、あなた口の中いっぱいになりました、きゅうりで。はい、美味しいです。さっぱりして美味しいですね。で、これすごい大きい音。あ、続々来ましたね、人がね。これね、お味噌汁ちゃんと豆腐も入って、わかめも入って、うん、なんかホッとそうなお味噌汁。はい、あ、豆腐も大きいわ。切り方が大きいですね。はい、いただきます。うん、あ、美味しい美味しい。うん、ほっとしますね。はい、このね、生姜焼きのがね、切り方がね、お肉が生姜焼きなのにニンニクビタミンつけてんの、この人。美味しいですか、生姜とニンニク。美味しいそうです。はい、私もこっちにニンニク入れてみようかな、ね、もっと強烈に。ニンニクを感じたい人は、この大きいニンニクの入れ物ありますからね、いいかもね。うん、はい、いただきます。